Michal. Hula. Kumasta po kayong lahat. Bonjour. Mahalo. Kasuma sa. Bon giorno. Konnichiwa. Kiora. hola Hola. Salopalava. Papakabar. Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1. Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management staff or its volunteers. Wakwaku Japanese Radio on Cairns FM 89.1. 皆さんこんばんは、DJ 潤です。Good evening, this is DJ 潤。WakWak started right now.How are you? というわけで始まりました。ね、皆さん。非常に、なんて言うんでしょう、涼しいというかね、ちょっと朝方寒いかなっていうぐらいな感じですけどもね。非常に過ご,しやすい、えー、過ごしやすい季節になってきました。これからね、まあ僕は非常に好きな季節ですけどもね、本当にこう、カフェなんかもいいですよね。もうね、あの、外に出ても気持ちいいし、あの、まあいわゆる、 本を読んんだりそうういいっったた季節にななてきたんじゃないでしょうか、まあ、もちろんスポーツもねいろいろ体を動かしやすいしあの何、ー、でしょうかランニングとかもね気持ちいい季節になってくると思います、えー、今週はですねまずインタビューが入ってまして江明奈さんという方のインタビューが入ってます、えー、彼女は今回スマイル・ウィズ・キッズで、えー、通訳のボランティアとして来ていただいて、えー、滞在中に福島から来ている子どもたちの通訳を手伝っていただいた方ですお楽しみに その後はいつもの、えー、エンジョイトーク k 久子さんの、えー、ユ,ースフユースフルイングリッシュエクスプレッションを紹介するコーナー。その後は本トークで、今回は漫画からの選手になっています。そして最後はコモトークですね。えー、コモさんとの、えー、フリートーク、コモトークになっています。よろしかったら最後までお聴きください。えっ、ー、と、それとですね、今回ちょっとあのケアンズのカウンシルが開いているいろんなそのフリーのツアーですとかイベントを紹介していきたいと思います。 まずはです5月1日にですね、これも僕知らなかったんですけどなんかの、フリーガイディットバードウォッチングツアーというのがやってるみたいですね。これは非常に、ねあの、本当にケアンズっていうのは実はすごい鳥、野生の鳥が多くてですねあの、種類も豊富にいると聞いてるんですけども、このねあのまあ、英語ですけども、ね、バードウォッチングツアーが火曜日に開かれます。朝8時半から10時半、2時間ですね。 Meet at Friends House in f r e c k e r Garden これはボタニックガーデンだと思うんですけども詳しくはカウンシルの方のウェブサイトでご確認くださいあとはですねあエスプラのマーケットはいつものように土曜日に朝8時から開いてますそれとパーム工ブも今回はマーケットがあるみたいですねパーム工ブのマーケット本当に、まあ、月に1回ですけども割と知っても多く、ね、海の近くを あのね歩きながらカフェなんかもあって僕すごく好きなマーケットなんですけどねあのちょっと今回も行ってみようかななんて思ってますはい、グッドイブニング、This is TJJune Yeah, as you can see the weather is getting very very comfortable now and a little bit chilly actually in the morning but a、uh, f a r y i like the season towards the winter Um. This week, oh, I just checked the uh, uh, council pages. I just didn't know actually free tour or bird watching in every F Tuesday in the morning eight thirty in Botanic Garden. It sounds very interesting because um, Cairns is a very famous for m you can see the many birds because maybe of the rainforest and uh, you know, because a lot of nature around in the Cairns. So, in this coming Tuesday, there are free uh, bird watching tours. So, if you're interested in, please check the council pages, you can get more information. And also, uh, we have a uh, uh, palm cove market this coming Sunday. Uh, you know, this market is very appealing and a lot of shops and very nice feeling. So, if you're interested in, again, yeah, please check it out. Okay, this time we have an uh, interview, Akina Ko, she is uh, helping translating for Fukushima Kids this time. And we have a uh, um, enjoy talk, um, introducing of a very useful English, English uh, expression. And uh, we have hon talk, uh, this time we talk about a very popular or interesting manga comic. Then we also have a free talk with Koma. it's called Koma Talk.

ありがとうございます。アキナさんは今回フォ、えー、ーシャムというですね、ちょっと僕も聞いたことなかったんですけども、はい、メルボルンとアデレードの中間にある町から、えー、スマイルキッズの子どもたちの、ええ、まあ通訳補助とリサーチということでいらっしゃったということでよろしいでしょうか。はい、はいそうです。はいどうですか。ケアンズ。ケアンズ。ケアンズは前に来たことあるんですか。いいすね、はい。あそうなんですね。去年同じプログラムで参加させてもらって。 今回もぜひ来たいと思ってきました雨がねすごいですよね, <laughs> まねすごいですね <laughs> ちょっとね、雨ちょうど子供たちが来てすぐぐらいに降ったからねそうなんですよタイミングが <laughs> と思ったんですけど今日からちょっとまた晴れてきた,のでで、ね、てきたんで、ねはい、よかったですじゃあちょっと簡単に自己紹介をリスナーの皆さんによろしいですかあはい、はいえー、甲秋名です、えー、オーストラリアには えー、2003年に来たんで、もう15年。まあ、あの、その間にも一度日本に帰ってるんで。あの、まるまる十五年ってわけではないんですけども、はい、オーストラリアには長いですね。これはそのホーシャムっいうところずっとですか、それとも他の都市に行ったりとかした感じでしょうか、ねあ。えっ、ー、と、ずっとメルボルンだったんですよ。あメルボルンですか。はい、で、ホーシャムは結婚してから、あの主人の仕事の関係でホーシャムに行ったんですけど。 はい。じゃあもうメルボルンコ。メルボルンコ大好きです。<laughs> いいですよね。僕はメルボルンはね、はい、個人的に多分二十回ぐらい行ってるんですよ。はい。すごくやっぱりまあ僕はそのケアンズ今四年目なんですけども、えー、その前シドニーにいて。 シロニーに行った時によくまあメルボルンに行ったんですけど、ね。はい、やっぱりこうメルボルンってシロニーと比べるとヨーロッパ文化というか。あ、それは。はい。ね、ねカフェなんかもかなりいろいろあるし。そうなんですよ、カフェ文化があって。カフェはすごいですよね。えー、確かメルボルンって。パリ抜いたんだよね、カフェの数ね。あ、そうなんですかうん。なんか記事で書いてあったんだけど。 それぐらい結構多いしっていうのを聞いてたんで、えー、そうなんかインディペンデントなカフェが多くて、うん、スタバが逆にあのビジネスできなくなっちゃうぐらいのそれがすごく好きで,、えー、で今回どうですかケアンズ2回目に来てスマイルさんのキッズに会ってどんな感じですかも、えー、もうう、まあ、いつも思うんですけどあの子供たちのエネルギーとか姿勢 あのー、いいですねいっぱいパワーを本当にもらえるような気がしてまあすごく大変なつらい思いもされてきたんですけどもなんかこう希望が見えるというかはい。ね回。 えーとまず最初にあったのはお話し会かなお話し会で実際僕も、えー、あの話させていただいてたんですけど急遽ね、えーはい、なかなかその予定じゃなかったんですけども、はい、あのこの雨でね <laughs> えそうなんですよ実は来れなくなったのでということで僕があの子供たちの前でケアンズについてのお話をしたんですけども、はい、でやっぱりその今ねあの秋菜さんもおっしゃったようにもう久しぶりにだ見たあの目。 僕目がすごく印象的だったんですよね。綺麗、はい、というか、えーはい、すごい石的石があるというかね。えー、同時にこうシャイだったり、そうこう、はい、なんていうんだろうね、やっぱこう壊れやすそうであり、逆同時に強いというか、えー、なんかね自分の子供の頃思い出しますよね。やっぱりね。<ー>うんそれでやっぱかあの子供たちが話す内容がね、やっぱりこう。 うやっぱりこう考えさせられますよね考えさせられます本当に、ね、はいほん本当にうんであの今回まあリサーチということでもいらっしゃったってことなんですけども、はい、どのようなことをあのやられてるんですかリサーチというのもちょっとまだ、はい、多分リサーの方にはわからないと思うんですけどもはい、はい、あのメルボルン大学の,あのアジアインスティチュートっていう場所であの日本の市民社会の研究をしてるんですけれどもあの 日本の中にある市民社会ではなく海外にある日本の市民社会ーオーストラリアにある日本の市民社会。うん に焦点を当ててそれはじゃあ今回、まあ、ケアンズもちろんケアンズの日本人社会というのもありますし例えばメルボルンとか他の都市もやられてるってことですか、はい、そうですね一応3.1日後の保養軸に市民社会がどう関わっているかっていうのを見てるんですけれどもあ,ど、うん、あの,、ま、あの他のところでもあるんですけどスマイル・ウィズ・キッズが一番持続性があるというか。 あのー、ちょっと面白いなと思ってケーススタディとして、はい、見ていますいわゆるその、まあ、7, 年目7年前ですよね2003年にほかの年で,らそではそれが途切れちゃってるとかっていう感じなんでしょうかそうです、ね、途切れちゃってる、うん、でまたなんかスマイル・ウィズ・キッズはジャパン・デイ・オフォープっていうチャリティーイベントを毎年されていて募金額が毎年上がっているっていう この前聞いたんですよ。うん、それもまたすごいことで、あのー、日本国内でさえもこの問題が風化されていく中、あのー、関心がある。で、これに何かしたいなって、こう、エクスパートではない、本当に普通の一般市民の方々が、こう、歩み沿って、何かできないかなってところで、じゃあこうしてみよう、ああしてみようって言って、こう、どんどん形になっていく。で、その流れがこう、 あるんですよね。そういう動きがここで。あのメルボルンはどうなんですか。メルボルンのこういったその三一チに関する、えー、いわゆるジャパンデーホープのようなものはあるんですか。は、えー、ないです。<あ>私が知ってる限りではあるかもしれないんですけど、多分こう、ね、ポコポコってこう、ね、そうなんですよ。が、ね、あったとしても情報があんまり伝わらないのと、ん多分こう小規模でいくつか。 あるっていう感じですね。なるほどね。えー、まあ僕もシドニーにね19年住んでて、で僕があのまあ、行った時に一番大きな多分イベントっていうのがやっぱあるんですよ祭り、はい、シドニーっていうのがあって、えー、確か去年最大ちょっと人数は忘れちゃったんですけども、はい、まあすごい規模になってるんですね。えー、ただそのまあケアンズっていうのは確か去年が800人ぐらい来たんですよね。それも結構大きなイベントなんですけども、はいえー、で今 今年も僕も実はあのこの KNZFM で出たんですよ、えー、ワ,クワークラジオのブースで出たんですけども、僕的には結構来たなと思ったんですね、えー、会場にも結構人がいっぱい来て、ただ、その時の雨が結構すごくて、今回だけじゃなくて、実はそのイベントの前の日も結構それもすごい雨で、一部そのテーブルランドっていうところから来る方が来れなかったりもしたんですよね、えー、でそういうのもあったんだけど、ふと開けてみたら、募金額が最高だったっていうことなんでん。 多分人数的には去年より少なかったんだけど募金額上がってるっていうこととかっていうんで結構まあ主催の方も含めてなんかすごいやっぱケアンズっていうのは独特の,その日本人コミュニティもそうだけどそのオーストラリアの方 ってていいうううのも、えー、こうなんてうんだろうねその熱を持ちつけてくれるし、はい、で僕もこう人に会って聞くと、えー、やっぱりその日本人の,そのボランティアに対するそのパッションに突き、えーはい、動かされたよねっていう声をな聞いたんで,ーんであの逆にあの王子あのケアンズの人もすごいあのボランティア精神がすごいんですよいろんな団体があって。はい あのまあ、本当に素晴らしいと思うんですけど、まあ、このラジオも、ねはい、まさに全部ボ、ね、ランティアでやってるんで、えー、皆さんいろんなエスニックでねあの、まあ、僕,は僕はジャパニーズですけども、はい、あのイタリアとかもイタリアとかあとタイ結構長くやってるし、えー、フランスもあるし、えー、皆さん本当にもう熱を持ってやってるんで、はいまあ、そういう土壌があるのかなって気がしますけどもね。えーうん、逆にこう規模が まあケアンズって十六万都市なんですね、はい、わずか。うん、でメルボルンとかシドニーたもう四百万五百万の世界じゃないですか。すね、この規模がいいのかもしれないね。こうある意味で、はい、なんだろうちょうどいいサイズ。大きすぎるとな,る、うん、なんだろうこうやっぱりそこにいろんな意見とかもあって 拡散しちゃううといか逆にねまやっぱんかこうやろうとするとある種一つのこうなんつうんだろうあるドライブというかやろうって言ったらガンみたいなのがあるけどやっぱ人数が多いと「いやそのやり方どうなの?」っていうところに二つ分かれそこから分かれっていくとなかなかね進まなかったりもするのかなって気はしますよねなん。 シドにいるときにまずなかったのが、街歩いてたら会うって結構シドに行って案外ないんですよ。案外ないんですよ。多分人が多いからいち機見そういう風にないね見てないってあるんだけど、ケアンズはもうまず会うからね歩いたらだからそういうなんかこうコミュニティ感っていうのかな、はすごい強いなって気はしますよね。はい。今住んでいるホーシャムって街もすごい実は人口が少なくて1万。 3000人ぐらいのちなみに車でえ車で止まらなかったら3時間半<あ>だから結構あるん,、ね、あるんで,<ー>でさっきおっしゃってたそのコミュニティー感<ー>ちょっと遠いんででもホーシャムでも本当に道歩くと知ってる人にもいつも会うんで,、うん、で何かしようってなった時にやっぱりしやすいですねまあ規模は小さいんですけどコミュニティ感っていうのは アデレードはどれぐらいなんですか、うん、アデレードは車で5時間ぐらいさら <laughs> に遠いさらに遠いなるほどねあそうですかはい,はいじゃあ,あのもう時間がちょっと来てしまったので、はい、今後ですね <A> これからあの展望というかどういったことをされていきたいのかということをお話しいただけますか、はい、そうでですね、まあ、私のテーマは声で あのリサーチの場でもボランティアの場でも。こう、みんなの声を尊重して。みんなのストーリーを伝えられる場を作っていけたいなって。思ってるんで、まあラジオとかもされてるんで、わかると思うんですが。はい、あの声を大事にして。今は論文を書き上げることに専念します。はい、はい、ありがとうございました。今日はお忙しい中ね、本当に急にお声をかけして。ありがとうございます。わくわくジャパニーズレディオオンケアンズエフエム。 89.1。1> 89. 1久子と。淳の。エンジョイトーク。ークあ、今日低いですね。これは。低い声で言聞きました。<laughs> どうも。ね、はい。低いままで、はい。わかりました。はい、した <laughs> 今日のテーマはですね、はい、よよよってなっちゃいましたが、はい。えー、以前にも一回やりましたけれども、オーストラリア国内でしか通じない。 あの王子も短縮するのが好きなんで、うん、あの単語を縮めた短縮語 <laughs> なんか変ですけどいやこれ僕ねあの前回何回かやってるじゃないですか、はい、でやっぱり短縮語を知ると本当に分かる。 特に新聞とか結構使ってるじゃないですか。とララジジオオねで言ってる言ってるだからすごいやっぱり知っておくといいなと思いました結構みんな好きなんだろうね本当に応じ短く言うのがはい正確なんでしょうかねでも日本人も結構いろんな単語を縮めるんでその辺は結構僕日本人こそ短くすると思ってましたよケアンとかさ三者とかさ ケンタとかマクドでしょ関西は日本あの東京はマックですし結構あの短くするのはもう日本のね伝統お家芸だと思ってですよねお家芸ね日本人の実はみんな好きそうだったっていう、ね、実はね、はい、分かりました、まあはい、じゃあまた私がその短縮語を言いますんでそれの正解を千秋さんにこれ結構苦手なんで頑張ってください、はいはい、第1問目キャビー あこれ何かっとこ何のそうそうそうこれ何かあの正式の単語ねこれは多分タクシーかなそうですそうですあタクシードライバーまで言ってくださいキャビタクシードライバーまで入るこれキャブドライバーの単ってことですねはいそうですキャビ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 なんですキャビアかなと思いましたねキャビア食べちゃうなんかこうシャンパン飲みたくなるみたいなあキャビねはいなるほどねまあこれと似たような感じでバイキー バイこれは何か分かりますねバイクドライバーじゃないですねライダーですねバイキー好きね前もなんだっけキャンディーじゃんキャンディーじゃないなんだっけロリーとかチョキーとかうんとそうですねあとーとかニーとか伸びるんですよ好きなんだねそれ好きですねそれ全部続きますよいいすよ次はですねちょっと難しいチェピー チェピーじゃないチッピーチッピーはいでもこれね食べ物でしょじゃないの職業のチッピー職業のほうです職業絶対ポテトチップスかと思ったんででしょそれもチッピーって言いますねうんでも職業職業のチッピーさあ何の職業でしょうチッピーか結構いっぱいいますねキャンズに住んでますねいっぱいああそうスペー C ですか S ですか C です CHIPPIE チッピー ギブアップですギブアップですかい。カーペンター大工さんわかんないね難しいなんでなんでなんでほら木を削ったりするとチップが出るでしょはい。そこからチピーというはい。木のクズをチップって言うんですけどね確かにカーペンターズより短いねはい全然短いねもう楽勝でチピー言っちゃってくださいはい。これも同じ職業なんですがスパーキーこれわかるんでしょう。 スパーキどこやスパーキースパーキー電気はいそう電気技師僕スパーキって髪の毛スパーキーそんな職業ないですよねそういうこと言うのエレクチューシャンのことをスパーもうキラキラみたいなそそそうううもうねスパーク出るじゃないですか電気系ねそれでスパーキそれ面白いなでもそれ面白いねでしょなんかでも可愛いよね チッピンもスパーキーもなんか結構仲良くて言う言い方だよね。初対面にスパーキーだねもスパーキーみたいな。スパーキーも光バチバチみたいな。でも、ほら誰かの話して、あいつはスパーキーだからさみたいな。ねそんな感じ。会話盛り上がる。かも盛り上がる。うん、なんかスパーキー。面白い次、これ結構よく聞くと思うんですが、ポーキー。ポーキーはい。 ポーキー。え、これ職業じゃないよね。職業じゃない。じゃなそれ、もう職業離れた。あ、それは、それは、だってポーキーって、要はゲームのやつでしょそう。ですポーカー。ポーカーマシン。はい。ポーカーマシンが、これはまあ、王子はもうみんなポーキー、ポーキー。ポーキーって。ポーカーマシンから来てんのね。はい。あ、それ分かんなかった。なんかもう、なんか、なんか知らんけど、ポーキーって言ったら、ゲームのって思ったけどポーカーマシン。はポーカーマシン。はい。あっちの、どちらかというと、ギャンブルの。はい、はい、はい、わかります。それは、それそれは、分かってんだけど、その。 ポーカーマシンの略ってのは違うかなかった。同じ P ですからね。ねああなるほど。はい。はい、次はあゲームも離れて職業も離れてまず関係ないんです全然。次、うん、カンフィーこれよく言いますね。これはカンフタブル、ね。そうですそうです、ね、はい、うん、カンフィーがカンフタブルの。と言いませんかあと。 あそうね。コージはあれは単語です。あああれ違うの。はい。コージあ単語コージっていう単語。あそコージコーナーあるじゃないですか。ありますね。あコージコーナーのあのイチゴのショートケーキ最高においしいですね。おいしいですね。六本木交差点にあります。すぐ外れるんですか。はい。そのコージは同じコージでカンフタブルと同じ意味のコージっていう単語。僕ねコージもカンフタブルから来たと思ってたんですけど、あれはもうコージっていう単語ですね。はい。うん。わかりました。はい。次は。 ええ、タジ。いきなりまた飛んだ。断るな。断る、断る。断る。よく聞きます。タジ、これはちょっとわかんないな。で、聞くのにわかんない。あ、きた。地名か。北じゃないでしょ、南でしょ。あ、ごめん、南。今、思い切った、手で今。しさしながら。って、来た言うから。 あのいくら南半球にいるからとはいえ南半球にいると北があったかいんですってのはそういう逆はわかりますけども、ね、北と南は逆になりませんねタスマニアですね。 タズィがタスマニアの略でだって今まで職業でポーカーでいきなり地名もうちょっとちょっとせめて次は地名のタズィで言ってくれいヒント言った方がいいヒント言った方がいいんですかまあまあいいですけどこれね次のはヒント言わなくてもよく聞くんでわかると思いますスタビー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 ごめんごめんなんだっけじゃあ私のやる仕草を見てこうやって

ボトル、ボトル、ボトル、ちょっとこれ私も発音しにくいんですけど、ボトルに「O」がついてボトルって言うんですが、リカーショップ。ごめんね、リカで L だね、リカショップ。ボトルがいっぱい置いてあるところなんで、ボトル、「ブじゃなくて「オブじゃなくて O」って飲みます。 うん、ボトル<ー>、うん。はい、下火がいっぱい置いてある。まあ、ボトルがいっぱい置いてあるっていうことで、ボトル、うん、トあの。リカーショップのこと、結構聞いてると、ボトルって言ってる人、男性結構言ってたりしますね。<ー>うん、うん、ということで。はい。はい、なるほどね、うん、そっか、そっか。あとも、まあ、短く、短く、なんか、あの。あれなかった、あの、うん、なんだ、これ、ショートパンツっていうかくじゃないですか、王子って、うん。はい。 あれで、このサンダルを履くの、なかなかった、短く言うの。ショートパンツを履いて履。ショートパンツ、なんつうんだっけ、スタビーじゃな、なんだっけ、なんか、なんだっけ。ショーツ。ショー,ショーツ、ショーツは普通ですね、ショーツじゃなくて、なんかある。あれ、なんかなかったっけな。あのショーツのことを違う名前で呼ぶ。うん、ああいう、なんか、これよく応じて、こう、ショートパンツに。あ,<ー>あと、あの、あ<ー>いわゆる。ショ、ショーツでも、あの、あれでしょう、すごい短いやつで。あの。 こっちの人がよく履いてるやつですね<う>すごいももの上ぐらいまでの短いあ要はそのショートパンツとあのビーチサンダルの組み合わせをなんかなかったうん、うん、ああれの格好をあーわからない<ー>ごめんなさいはいというわけでね、はい、そうですか、はい、まあこの辺の短いのいろいろ駆使して使って,、うん、使って会話に使っていただいてまあでもそうだねまあ。<laughs> あ、そうコマーシャルでもね、タスマニアから来たリンゴのことタズエアップルって言ったりもしてるし、コマーシャルでも結構使うんで、タスマニアねってことあります？タスマニアないです。ね、行ってみタスマニアすごいらしいですよ。ですけど寒くなるのでねこれからね。これからね本当に最近気持ちよくなりましたもんね。あ、そうですね。はい、変かりました。じゃあ今週もね本当にあの非常に使える表現ありがとうございました。ありがとうございました。 ワクワクジャパニーズ a d i o on ケー n t FM89.1 本トーク始まりますじゃ,じゃじゃじゃんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますやっぱね本の話をしようと思うとね真面目になるね 気合入りますか？気合も入るし、未見合よるね、やっぱるね。え、それちょっと、<laughs> それちょっと、<laughs> それちょっと違う <laughs>、うん。難しい話じゃないですよ、や <laughs> そうですよね。すみません、なんか、下手くそなふりをしてしまって。はい、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずは本の紹介から。はい。いいかな <laughs> <laughs> いいと。<laughs> はい、わかりました。パクリパクリ。 はい、ちょっとすみません振りが本当に2万円で申し訳ないです。はい、あの打ち合わせなしですからね。そうですね。はいわ、はい、かりました。はーいもうね最近うんまたもやなんですけれども漫画にハマってましてああ漫画漫画ってあれだよね一回ハマり出すとさこう拡散してくるよねわかりますそうですよねうん。 何でしょうあの、次から次に読みたくなる、あの、中毒性だろう,う、うん、中毒性もあるし、スピード感もあるし、あ,<の>あと漫画独特の、あの、感じにはまると、ちょっと本に行きづらくなるというか、ちょっと違うんだよね。違いますよね。本、ビジュアル込みだから、<の>やっぱりこう、本ってのほら、うん、自分でイメージをさ、こう、うん、なんていうの、想起しなくちゃいけないじゃないですか。 ちょっとなんか漫画にがっと入ると確かにちょっと本が、まあ、正直ちょっと面倒くさいってわけじゃないんですけど漫画を読みたい欲の方が勝っちゃうんです、ね、早いからね。さっきなんかやっぱんさんがおっしゃったようにその独特の間ってあるじゃないですかスピード感とあとねなんかやっぱり漫画ってその映像化はたくさんされるんですけれども映像化では表せないなんていうんでしょうね。 こまにちっちゃくこう手書きでピピピって心情を書いてあったりとか、ボソッと、<laughs> そういう、なんて言うんでしょうね、シニカルな笑いだったり、もうなんかたまんないなと思って。漫画は確かにそのビジュアルっていう意味では、あの、提示されてるので、はい、あの、まあ見る人がほぼ同じようなあのビジュアルは見ますけど、えー、音とスピードに関して読む人に委ねられてるので、 はい、そこはやっぱり今度映像と違うところだよねもうちょっと自分の,この好きな音とか好きな声とかさそういうのを自分で選べる楽しみってあるよね確かにね自分で選べるそうですねうんだから面白いのかなあとほらカフェとかでさ読めるじゃん、うん、やっぱカフェであの例えば映像だとほらやっぱりヘッドホンで遮っちゃうからはい、はい、なんかあんまりそのカフェでの楽しみっていうのはできないけど漫画だとカフェの楽しみと 本っていうコラボレーションができますからね。うん。最高ですね。はい、じゃあその今,今週はどんな漫画本がはいう。はい、ごい。皆さん読んでらっしゃる本だと思うんです。大ヒッしたので、知っているので、えー、末次由紀さんのちはやふるという漫画です。ああ、これちょっと、あの、最近結構トミンゴさんの センスに何回か出て、はい、はまったはまったとおっしゃっていたやつですよね。ちょっとはまったはまったっ言い過ぎですね。いいんですよいいんですいやそれはだって別にいつでもはまったはまって言ってないですから、ね、もうねそれだけはまっていて、うん、この漫画に関しては結構、ね、長期にわたり3週間ぐらいにわたりこれはまってますっておっしゃってたので、はい、もう本当は毎後インスタグラムにアップしたいぐらいなんです。あもうそんなに <laughs> 一冊一冊に感動が詰まっていて、あのー、一応テーマになっているのは、100人一首を使った競技かるたなんですね。あそれ聞いたことあるな、はいもうあのー。映画化ももちろんされていて、映画化は1部、2部、3部って,ってあのー、主演は広瀬すずちゃんがあそれごめん、思い出した、誰が言ったか。<あ>最近ね、わくわくでもインタビューしましたけども、 はい、福島から子どもたちが来てたんですよ。あそうですよねそ,うでその子どもたちにああのマサさんっていうターザンカフェっていうねこのターザンカフェのマサさんも僕はインタビューしたんですけども、はい、彼がねあのその子どもたちの前でちょっとしたこのスピーチというかどうやってケアンズに来たかっていう話をしたんですよね。ほうほうでその場で、まあ、あのマ,サマサさんが「まあ、夢って大切だよ」って話をした時に。 うん、一人、名前忘れちゃったんだけど、一人の子が、私はカルタの、そのなんか選手権に出たいとか言った気がした。で、それの漫画を言ってた。実は漫画があって、えー、その映画も見て、私はすごいカルタが興味があるんで、いつかその、興味に出たいみたいなこと言った時に出たんだ、その、う,うんそうそうそう、それで思い出した。そう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 、そのカルタの漫画があるんだって、その場では結構みんな言ってたから。 そうまさにこれですね。あ,すねあのこの漫画が出たおかげで競技かるたをする人がもう断然に増えたそうで。おお<ー>す,、ね、すごい。すく社会的影響も及ぼしている作品なんですよ。それすごい社会的影響だね。すごいです。で2008年に始まってるんですが、今も37巻まで出ていてまだまだ続いているというあの100人一種で。 三十何巻までってすごくないですか。<laughs> いやすごいね。あのこれはな何,何が読みどころなんですか。やっぱりねあの競技カルタなので、うん。百人一首なんですけどもうねスポコンなんですよ。ああまあまずそういういわゆるまあいわゆる漫画のまあベーシック的なその勝ち上がっていくというかどんどん強くな、はい、強い人が出てくる話の面白さってのはまずあるんですね。 そうなんですもう本当、基本的にはそういう感じですね。うん、どんどんこう選手権、大会に出て勝ち進んだり、もうチーム一丸となって頑張ったり、もうその、それを得て、一人一人の登場人物があの成長していくっていうような感じの、なるほど。ままあ、かに言うううとそういう、うん、最初は敵だったのが、途中からこう仲良くなってみたいなやつとかってやつだね。そうなんですあの。なんかメインキャラクターで、えー、女の子一人、男の子 2>, 2人なんですけどもそのあのあみんなねイケメン美女なんですよ、うん、でそれでカルタって結構ねマイナーなあのイメージのある競技だったらあの普通の高校生はカルタ部入りませんかって言っても入らないわけなんですねまあそうだね、うん、でもなんかそのあの言い出しっぺが美女美男美女なんで,、うん、でそのかっこいい先輩目当てに入る女の子とかがいるわけなんですね、うん、でもさ 最初はなんかその横島な動機だけど、みんなでカルタをやっていくうちに、その、のめり込んでいって、すごくこう、青春、ストーリーになっていくというような感じがあったり、もうね、とにかくこの作品、一言で表すとしたら、こんなにまっすぐな作品は、本当久しぶりにあ。ああ、そういうことか。なるほどね。もう、うんうん、多分大人、女性、男性関係なく読んでも、心がすごく現れる、やる気が出る。 漫画だと思いますなのでこれ本当と今皆さんに読んでもらいたいコミックですね多分じゃ結構木をてらってるとかいうよりも本当にこうドストレもう本当にこうベーシックというか古典的というかストーリー力ー、ね、会話力人物観察、はい、そういったものがもう割とそうなんですか優れてるというか。 優れてますね。<ー>でその中であの登場人物一人一人にフォーカスしていくストーリーがあったり、表紙想定がですね、すごくね、ほわんかとしたカラフルな感じ、ねうん、でその毎回その表紙になるキャラクターが変わってくるんですけれども、だいたいその間の,の中身に合う表紙になっていて。なるほど 例えばなんかるた、あのー、の先生が出てくるんですけど、まあ、先生って大体脇役なんで表紙になることってないんですが、うん、例えば先生が表紙になっている感があってその感の内容はやっぱりその先生にフォーカスを当てたストーリーだったりとかそういうのってこうファン心としてはたまらないというかにや、ね、っと,、ね、ニヤッとしてしまうんですねすべてこう、うん、の計算されている感じが。 なんかすごいカラフルな表紙じゃないですか。はい。だから。もう少女漫画だよねっていうふうに思っちゃったんですけども、意外にそのストーリー性というか、まあごめんなさい、少女漫画にストーリー性がないって言ってるんじゃないんですけども、もっとファッショナブルで、こうなんか可愛い子がきて、はい、ああ、おほ,ほほほみたいなの思ったんだけど。ね、一見そうなんですよね。一見,一見そういうふうに見えるよね。ちょっとオシャレ感が全面に出た、ね、その本のデザインだったんだけど、はい 話を聞してると結構そのいろんな人間関係とかその成長の話とかね <あっ S 1> こんなふうなあの背景を持っていた人がこんなふうに変わっていくとか割とドラマ的なね感じがあったんで、うん、ありますね、少女漫画って最近あの恋愛フォーカスのものが多かったりしてストーリーあんまオチがなかったりするんですけどそうだよね、いつもほら角でパンくわえてさパンがほら口中に浮いててね。 ボーンとぶつかった人が転校生っていうパターンじゃないですか。ああいうパターンですね。はい。申し訳ないで会った人がああ最初は感じ悪いのがだんだん恋愛に行くっていう、うん、そういうまあ申し訳ないんですけど、うん、もちろんそれだけじゃないんですけどもはいイメージとしてイメージとして、はい、ね<ー>。ふふなんでこれは女子コミック少女コミックなんですがあのなんて言うんでしょうね本当スポーツ漫画というかうんうんなんか女子コミック なんかね、確か何年前かの漫画のランキングで、男子コミックの部門でも1を取った。あららそれすごいことだよ。確かね、すみません、データが定かじゃないですが。まあでもそれだけ男,男性でも読める、読めるとか読む漫画ってことですよね。そうなんです。なのでぜひ。まあそうじゃなきゃ、こんな盛りや社会現象として盛り上がらないよね。女の人とばっかり読んでたらね。 ね、そうなんですよね、本当にすごい作品だなって思いましたね。はい,いや、本当に、いや、かるたが飛び出るとは思いませんでしたね、本当に。私も、はい、かるた、かるたのパワーにびっくりしました。わかりました、今週も本当に、本当、今、ホットな話題って感じですね、本当ね、これはね。はい、もうはまってますはい。ありがとうございました。 クー FM89.1 ト本の会はい始 <laughs> 始まりまま、ね、まりりししたたねいろんなことが始まってますけどもね。 さあこれからよ,よく考えたらこのコモ、うん、トークっていうのは「はい、ホントーク・イン・ケアンズ」という体で始まったところがあったんです。 まあそうでしたねところが、ね、この二人の自由な発想がですね<た> <laughs> まあタロットに行ったり旅に行ったりいろんなところに、まあ、それが魅力だと言ってね、うんまあ、あの聞いてくださる方が私は一人確実に知ってるんですけども、かなりでも私たちやってること拙走ないからね拙走 <laughs> は, <laughs> はありますよ拙走はあるんですが何分自由なねやっぱこうケアンズのこの自由な空気を反映してるんでしょうかどん,どん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 いろんなところに行くのでまあそれはそれでいいんですが、ねうん、ちょっとここでもう一つ 徐々にこうテーマ性を絞っていこうかなと思ってまして今のところ考えているのがやはり本そ,、ね、そして旅、うん、この2つであともう1つのピースはちょっと今考えているところですけどもまずその今回は、まあ、前回旅木曜等の話しましたので今回はですね本トークということで本についてお話をしたいと思います。はい、うん、今回はまず僕の方からちょっとじゃあ選ばさせていただきたいと思います。 僕が今回あの選ぶ本、これはね本当にね、本当言っちゃいけない言葉の一つなんですけど、もこれはね本当運命の出会いと言っても過言ではない本を見つけてしまったんです。ででししょょうそれあ本当と言っておきながら漫画で恐縮なんですが、これはもう漫画ではない、もうね歴史書、漫画なんだけどこれ、僕、名前は知ってたんです。はい ただ正直縁がなかったので読まなかったんですねこれはですね「空手バカ一代」っていうこれは多分まあ,あ聞かれたことあると思うんですけども<私>梶原一樹さん原作。 これ「空手ばかチっていうね軽い放送禁止書が入ってますけどもこれはですねいわゆる大山増達さんっていう伝説の伝説を本当に実際に実際する方なんですが彼の追ったノンフィクションですねノンフィクションなんだけど限りなくフィクションに近いノンフィクションだと思うんですが。 ただ、やはり、その、まあ、事実は、はい、事実はあるわけですよ。ただ、その事実が、ううねうん、もう本当信じられないことなんです。で、僕、今回、この本を選んだのはね。やっぱり、その、昭和という時代が、いかに。パワフルで、すごい時代だったのか、ということと。で、この、あの、まあ。 この時代っていうのが本当戦後まだ10年ぐらい戦争が太平洋戦争終わって10年ぐらいにの話なんです。うん、ああそうですか、はい、で設定ではこの<ー>、まあ、大山昌達さんがいわゆる特攻隊だったんだけど、まあ、結局生きて帰ってきてですごいもうやっぱりこうねもう,もう生きる記録もなくなった中から空手というものをもう一度目覚めてその空手の素晴らしさを伝えるってところからいろんなことをしていくわけなんですけども。うん であまりににも純粋が故に空手界が追放されちゃうんですよだからこの「空手バカイチってバカの意味はそうでう純粋に空手が好きで,でやっぱり純粋に空手って一番世界で一番強いっていうねうん、うん、そうするとやっぱりいろいろあるわけですよ、ねね、強さっていうのが時にはねやっぱりその嫌われるわけですわ。 強さっていうのは逆に言うとそのんていうんですかねもう本質だからうん、うん、ねうん、うん、でそれで嫌われてで彼はあのね本当信じられないんですけどね牛と戦ってするわけですよ<ん>牛猛牛牛,、うん、牛を倒すっつって笑ったでしょ僕も笑いまして <laughs> マジかと <laughs> マジかっていうかはあって思いながらはって言うんですなんですよ でもう修行をしてね石を割るっ,って言ね変わらずダメだと<う>自然にある石を割るっていうわけですよでこうカーンってやるけどダメだっていうねそれもう山にこもってでね <laughs> こんなシーンがあるんですよでねで突然ね、はい、眉毛を落とすんです肩眉をなぜかっていうとやっぱりこう 山にこもってるとね若いから、うん、やっぱちょっとこう「退屈だな」って言ってで下から「村祭り」の「からね、行きたい」と「行きたいけど、うん、やっぱり自分は空手の鬼だから」って言って「あっ俺もうお米がないあ俺はお米を取りに行くんだ」っつって行くわけ。でも実は人しかったわけさ それがわかるわけね,ああね、うん、っていうのはやっぱり下降りていくとやっぱりこう若い女の人を見て、うん、自分はうわーね女の人だって言って帰ってきて後悔するわけ俺は米がないと思って言ったけど違うと人恋しさんに俺は負けたとね体って強く何人恋しさんに負けてどうするんだっていうことで、うん、彼は眉を落とすんです <laughs> <俺も S 1> <laughs> すごいでしょすごいんだ <laughs>。これすごいんですよこれねなかなかぶっ飛んでますねちょっといやこの今 素晴らしいことをおっしゃった、このぶっ飛び感がね、現代に通じるんですよ、それでね、固まり落とした自分の顔を川に移して、笑いながら、俺はついにバカになったっていう、もう狂気すれすれのね、話なんですよすごいですね、漫画なのに、そ, <laughs> そしてね、またね、それですごく強くなるんですよね、もう毎日、やってるからね、そ,ねうん、それでよ、でも夜になるとやっぱりね、うん、孤独につぶさ,されそうになるんですよ、うん、やっぱり。 山の中ででねやっぱりほほあのほあのフクロウがフクロウあれフクロウなすいませんもう日本語どんどん壊れてきますけどねフクありがとうございますフクロウが泣くわけですほうほうほうってしたらねフクロウよとお最初ねあのお前はそういうねうるさいと思ったけど今ではお前がそうやって泣くことが嬉しいっていう。 すごいんですよ。究極ですよ究極なんですよ。で、そんなまあ、そんな訓練をして強くなっていくんだけど、結局、嫌われるわけですよ。いろんなところ、強すぎて。で、彼は結局、まあ、あの、そうですか。そうなんですそれも正当防衛なんですけどもね。うん。向こうから刀で殴ってきたところをかわしたら、まあ、当たってしまって、なくなってしまう。で、そんなことを、 書いてるんですこの漫画はすごくないですか人をっちゃってるんですよなかなかでもなかなか過激ですよねで、うん、それをやっぱりすごい彼は懺悔して、うん、その亡くした、うん、奥さんと子供のところに行くわけですよ謝りにでしかも俺は彼と辞めると宣言してね、うん、で最初はもう「ふざけんな帰れ」と言うんだけどもうそっからもう毎日畑を耕して結局和解をするっていうね 話でもうそれが第1巻目ぐらいなんですけどもう待って待って1巻でそんな濃いんです,か濃いんですよだかこれがい今話言ったでしょ濃くなそ,それはこれをさらに超える濃い話がどんどん出てきます、うんうん、えちなみに何巻ぐらいまでさあるんでしょうかえっ、ー、とね、うん、ちなみにね「あの空手ばか一多分146巻ぐらいあるんですそ,そ,そんな濃いのがが、はい、今ねこの僕が読んでる「空手ばか一っていうのはうんうん、うん 一巻から角田二郎さんという方が書いてるんですねでも彼は8巻ぐらいしか書いてないんですよでそこから違う方が書いてる面白いですねそれもまたでこれまたいろいろあるんですよ結構梶原駅さんにも結構独特な方なのでまあそれはまあさておきなんですけどもまあそういうことでこれは今回「体ばかい一をねご紹介した感じなのでぜひこれは小本さんに機会があれば読んでいただいたら「来い!」 本当に濃いしもうぶっ飛び感がやっぱりしょこれは僕は昭和っていうのはこうぶっ飛んだことがやっぱあったんだなと思うしでこれにいろいろ出てくる実際の人が力道山も出てくるしそうで結構ねあの違うなっていう昭和の人はうんだ自分の父親の世代ですからまあ言うたらねだからやっぱりこう味がよく話す話に出てくる登場人物がこれを読んでいくと。 さらに濃くしたっていう感じなのでうん、うん、これドキュメンタリーとして昭和のドキュメント。として空手バが一台、うん、おすすめです<だ>、はい。というわけでね。 本当はいっぱいも喋ったことあるんですけどね。もう時間がやってまいりましたんでね。早今日枯れてばかり時代で終わったってこと？<laughs> <や>私<れ>私あいつしか売ってへんからなぜひねこれね読んでいただいたらねわ純さんよくあんだけでまとめたねっていう。あ本当ですか。はい、じゃ今度借り貸してください。はい。お、ね、願いします。また今度はじゃ小野さんがねぶっ飛んだ本をちょっと。<laughs> 持ってきますかあ,、まあちょっと前触りするとあれかなまあいいやぶっ飛ぶんじゃなくてもチンマる子ちゃんみたいな本もありして昭和でもねでも大丈夫大体私の本ぶっ飛んでるからちなみに昭和ってさどういうイメージ 昭和だから昭和のイメージがないです、私、昭和の年がね、実はね、こだけかなり離れてるので、やっぱ僕の言ってる昭和っていうのは、かなりコアな、まあ、コアでもない、今言って、このばかいじ比べればいけど、ほら、私は昭和に生まれてはいるんです、ただ、本当に昭和最後だから、ちっちゃい時なんて覚えてないんですよ、子供の感性では。だから本当に平成になってからの、なんか特に日本は知らないかなって感じがするそうだよね、やっぱりこう、そうだよね、濃いよね、昭和はね。 いみね、濃いしあそれってやっぱりその高度経済成長、うん、1970年でさ、うん、日本って一気に変わったじゃない、ね、だから、うん、まあ僕は言ったらその高度経済成長の後に生まれたから、えー、どっちかっていうとその自分の上の世代とギャップはあるんだよね。だから それ以降の人ってのはも,うもちろん日本がある程度こう経済的に豊かになってからの世代じゃない、このバカか市なんてのまさにさ、うん、その戦後の混乱の時期だからさかまあ真逆だ逆にこれを、うん、コモさんが見たらどう,どういういうに感じるのかなっと <laughs> 別世界ですね、これみたいなこれ本当ですかみたいな感じかもしれないんで今度ぜひ読んでみますまた来週。でではでは ワクワクジャパニーズ Lady on キ a n t s e m 8 9 1はいそれでは皆さんお待ちかねあるあるの時間がやってまいりました先週ネタ切れてですね皆さんにあの応募をかけたところねまだ一つも集まっていませんけどもねその間に一つ、えー、私は見つけてしまいましたので行ってみたいと思います ケアンズあるある今から言うよー。ケアンズあるある今から言うよー。なんかいつも虫がいる気がする。ね。これはまさに今日やってしまったんですけどもね。なんかね、特にせす、なん,んですか、耳の裏とか首筋って言うんですかね。あの辺がなんかチクッとした気がして、パーンって叩いたら何もいないっていうね。これはもう本当にもう、ケアンズに来てから、 あの感じますねいわゆる蚊に対する何て言うんですかねこのなんかいつも輝きが,がするんですよちょっとでもかゆいとこう絶対蚊かなもしくはあのグリーンアンツそういうなんかアリ系のやつですよねがいるんじゃないかなと思ってパーンってやったら実は T シャツのタグだったなんてことがねあるんじゃないでしょうかまた来週「若くラジオ」最後まで聞いていただいてありがとうございました。 えー、ワクワクラジオは7時から毎週月曜日になってますけれどもワクワクの前は Excuse my French というフレンチのプログラムそしてこの後の番組はクッカーイランドの番組になってますよろしかったら今度聞いてみてください。Thank you for listening for ワクワクラ k r and d i o a before our program we have Excuse my French is French program and after our program just now is coming is c o o k i s l a n d program Please enjoy it and see you next time!